じゃあ次行きましょう。ですね、次はですね、えのちゅうさんですね。えのきちゅう、PRM1200、アノーマリーですね、ギャラリー。これも寺田アートコンプレックスにあります、ギャラリーですね。こちらの作品じゃないや、個展について話していきたいと思います。まあ、えのちゅうさんで、大変有名なので、皆さんもご存知かと思います。まあ、若い時からですね、ずっといろんな活動されてきている方で、サラリーマンをしながらですね、ずっと作品を作り続けたという、そういう作家さんですね。で関西にお住まいで、まあ、大変有名な、一番初め有名になったのがこれですよね。太陽の塔ですね、万博の時にですね、自分のお腹にですね、太陽のこのマークをですね、焼き付けたと。で、これ大体ですね、3ヶ月30分。30分ずつ3ヶ月ずっとやるらしいんですよね。そしたらね、なんかね、2年ぐらいこれ残るらしいですよ。ね。で、まさに太陽の塔のその太陽のエネルギーをこの体の中に焼き付けるっていうような作品をやったって、こういう作品ですね。で、まあ本当はこの状態ですっぽんぽんで走りたかったんだけど、まあすぐ捕まっちゃったみたいなことは言ってましたね。はい。まあこれ、ドキュメンタリーの映像が流れてまして、これ見た方がいいですよ。これ見たらかなりわかるんで。で、えのちゅうさんって本当にいい人なんですよね。無駄なこと言わないのよね。アートに対する本当にアートがこれでいいのかっていう疑問、まあもちろん彼絵描きだから、絵をしてるんだけど、描いてる、まあ今回絵も展示されてるんですよ。なんだけど、でもそれだけじゃいけないんじゃないかっていうね、そういうこ、まあものすごく率直な、素直な衝動から作品っていうかね、パフォーマンスをされているっていうことがね、よくわかる。インタビューなんで、これぜひ見ていただきたいと思いますね。はい。で、これがね、ローズチュー。ね、ローズチュー。ローズチューっていうのは、まあ僕これ、ローズセラビーに、マルセル・デュシャンのね、ローズセラビーって、マルセル・デュシャンが女装した作品ありますよね。で、あれに影響を受けてると思うんだけど、2日間って言ってたかな、だけ、ローズチューっていうのになって、これね、こういう風に女装した形で、もうお酒とかも飲み放題の、スナックを2日間だけやるっていう、そういう作品ね。こういう、でもこのやっぱヒゲが大事なんだって言ってたけどね、ヒゲがね、ヒゲがあってのちゅうさんって分かりますよね。でもめっちゃ人来たって言ってましたね。めっちゃ人来たんだけど、でもなんか新聞にとかにも載ったらしいんだけど、でもその時には新聞に載った時にはもう行くことはできないみたいな、そういう作品。はい。これもよく知られてますね。銃のいっぱいこうね、バーッとこう並んでるって、こういう作品ですよね。これハンガリですね。ハンガリって言って、えのちゅうさんですね、こう半分をこう全部刈ると、紙を、でで写真撮って、でまた何年間か髪ずっと伸ばしてですね、で今度はですね、逆の方を剃るのね。だから3年くらいかかったって言ってましたけどね、全部で、うん、そういう作品なんですね。で、ハンガリー、半分買ったままでハンガリーに行くっていう、そういう行動をした人です。はい。で、これはえのちゅうさん自体が金属加工のその会社で勤めてたんだと思うんですけど、で、その金属加工の技術を使って、なんかまあ、くず鉄みたいなのを使いながらですね、こういろいろ形をね、ただこう思うままに形を削っていくっていうかな、そういうことをずっと繰り返して、もう大量にね、こういう作品を作って、でそれを組み合わせていく。それによってある種の街みたいなね、そういうものを作っていくっていう、そういう作品ですよね。まあ労働に近いですよね。だから労働とそのワークっていうかな、レイバーとワークね、ハンナ・アーレント風に言うと、そういうところの境界にあるような作品ですよね、これはね。本当に街みたいに見えるのよね。なんかこう生成されてるっていうね、そういう感じがしますよね。だからワークですよね。制作ですよね。生成されているっていう感じがすごく強い作品です。はい。こういう、まあ、絵も描いてますよっていうことですかね。はい。よいしょ。
A はこういう感じなんですね。僕あんま知らなかったんですけどね。あ、これ何だったかな。あ、これハンガリーに行った時にの作品ですね。で、なんかいろいろ困ったらしいですけどね、やっぱり。紙が違うから、パスポートでいろいろ引っかかったりとかね。ただ奥さんと一緒に行ったから、まあ良かったようなもののみたいなことは言ってましたね。はい、でこれはフィルムですね。フィルムをこう使い切ったフィルムをこうギュッとこう、なんていうの、スクラップするっていう作品ですね。まあ、これがハンガリですね。だからこれ実はこれ今だったらね、こう転写してこうピュッとこうやったら、あ、今っていうか、まあ昔もそうだけど、こうやってピュッとやったらいいだけで、これ実は3年間の時が流れてるんですよ。そういう作品です。でこれハンガリーに行った時の作品、写真ですね。まあすごい普通の旅行の写真ですよ。ただハンガリーのおじさんがいるんですよ。あ、でこれが一番若い時のその太陽の塔を、太陽のパワーをお腹に秘めた時の作品と、まあこういうことですね。はい、まあ江ノ重さんですね、素晴らしい方ですし、これだけね作品一気に見れるということはなかなかないと思うんですね。これ回顧展と言っていいのかなと思うんですね。もっとねでかいミュージアムでやってもいいと思うんですけど、まあアノマリ結構広いですから、たくさん見れますんでね、ぜひ、行ってみてください。これはもうちょっと展示やってるんじゃないかと思うんでね、ぜひ行ってみてください。はい、ということで絵の記中、RPM1200 アノマリでした。はい、どうもありがとうございます。ということでね、皆さんいいねと、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。